手を始めていきますね。で背中触っていくと、この辺ガチガチになられてますね。でこれどんな感じかって言ったら、はい、冷凍庫の中に入っているお肉みたいな感じでガチガチになってるんですね。でそれを今から生肉に戻していくんですけども、その過程がとても痛いです。で背中の疲れって実は足の疲れから上がってくることが多いので、足からしっかり緩めていきますね。で今から本番頑張ってください。え、今のは序の口ぐらいの痛さですか？今の軽くしか触ってません。これが本来の強さ。痛い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 。これが痛いけど気持ちいいぐらいの強さ。痛いです。痛い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 。なるもんですね。痛い痛い痛いです。でここの疲れがまあこう上がっていって腰痛になったり背中の疲れになったり足のだるさとかね、はい、になったりします。痛い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 。張ってる、うん、張ってるし凝ってますね。足痛い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 。あ、熱くなってきた。でしょう。これはなんで熱くなってくるんですか？なんかね、私より皆さん受けてる人の方がね、血流の流れが良くなって熱くなってるとかするみたいですよ。気持ちいいっていうより痛い感じですか？痛点ですか？はい、はい、そうです。口コミとか YouTube で全部表してるつもりなんですけどね。あ、いやいやいや、90分コースとか耐えられへんかもしれないです。耐えれないですね。でも耐える人もいるんですよ。これぐらいじゃないととか言って、慣れてくるんですかね？これね、あの回数重ねていくとね、痛くなくなっていくんです。場所によりますね、はい、結局場所によってやっぱ痛みが、汚れが溜まってるっていうか疲れてるっていうかね。痛い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 。撮影で音がうるさいのでクーラー消しちゃってますけど、ごめんなさいね。ああ、今日まだそこまで暑くないからね。そうですね。何で足をします。さあ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 。もう大丈夫ですね。全然大丈夫じゃないの。うん。凝ってないってこと？そういうことですね。痛い。痛い。なんか戻れてくる。そう。よく聞いてる証拠です。聞いてるとよだれが出たりとか、あと涙が出たりとか、鼻
鼻が効いたりとか、鼻ジュージューしていたりとかしますね。暑い。汗かいてます。これがね、膝痛とか腰痛の効く場所ですね。よいしょ。では反対の足立っていきますよ。痛い。私もちょっと暑いんで、やっぱりクーラーつけましょう。ちょっとうるさいけど、ごめんね。暑いですよね。暑いですよね。暑い。すみません。では始めていきますね。痛い痛い痛い。これね、はい、余計肩凝ってる気するんですけど、気のせいですか？気のせいです。なんか余計こう肩が凝ってくる気がするんですよ。やめときます？じゃあ。いや、やめないですけど。後から肩もしっかり触りますからね。痛い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 ところがね、結局筋肉がね、張って、凝ってる場所、汚れてる場所ですね。足がだいぶむくんでたと思います。だるかったと思いますわ。だるかった。痛い。ふくらはぎと太ももとお尻が痛いんですよ。そうなんですか。はい。それが取れてくれると足の疲れも取れてくれるし、背中の疲れも結構取れてくれるんですよね。で、背中の疲れも取れてくれると肩こりも取れてくれるというか。今やってるところぐらいはね、ちょっと気持ちいいぐらいなんですけどね。してますよ。痛い。一応タオル顔が見当たるようにするからね。すいません。痛い。よいしょ。